また JC 担当アニメか。今期は大量に担当してるんだよな。しわ寄せこないといいな。歴史悪女はすぐ育つけど、こっちはずっと子供だからロリコンがなだれ込んできそう。それは良いことを聞いた。陛下はロリコンなのか。この悪史に戻り主人公が続くけど狙ってるのかな。15歳が好きなのね、皇帝。クサレシスコよりマシか。負け犬並みにリボンついてんな。泥棒猫ちゃんはこれから面白くなるのだよ。ループ7回目令状と似てるな。婚約相手が未来で国を滅ぼすのといい。うん、貴重継続面白い。貴重継続決定。騎士官はあるがギャグに振り切ってる感じだな。ドリコン関係アニメ。ループ7回目よりキャラデザは良かった。原作読んでる組だけど、これは良いアニメか。会話のテンポが早いというか、なんか巻き進行の印象あったけど悪くはなかった。冒頭がループ7回目のと似てるというが、ナローサイトでのウェブ連載が始まったのはやり直し令状はの方が3ヶ月ほど早かったりする。あとやり直し令状はの作者は悪役令状なので、ラスボスを勝ってみましたの作者でもある。なるほど、主人公の吹っ切れ感がクラスに似てると思った。ロリ状態がメインなら主人公の声もちょっとそっちに寄せしてほしい。ゲンジとポチタ、思いのほかに作画が良かった。コミカルだけどストーリーは結構シリアス。脳筋幼女っぷりを楽しむ作品でもあったり、2話目でジルが本領発揮するあたりからもっと面白く思うはず。ただこの原作者、ラスボスを勝ってみました。もそうだったけどちょっと分かりづらい設定が入るので、後の方でそのあたりをアニメ見ただけだ取り返しにくいところが出てくるかも。とにかく原作はすごく面白い。初期設定しっかり考えてるから伏線布石の類が分かりやすいんだけど、1話時点だと陛下がマジでただのロリコンにしか見えないな。攻略って即落ちじゃん。もう話終わりかと思いきや、竜帝陛下の破滅フラグを攻略する話なんだな。ロリにプロポーズされなかったから闇落ちしたんだろうな。ちょっとひねって面白いから1話切りは回避。シスコンデガネもなかなかキモくてよい。ルクナナと比べてどっちが面白いの？ロリコンはやべえけど普通に面白い1話だったわ。視聴継続決定。なんか面白いじゃん。作画も安定してるし視聴継続だわ。ロリコンでなく14歳未満でないと先にしないってのには理由があってだな。まあいいや、ロリコンってことで。陛下は後に歳くらい下でもよかったって言ってなかった？ガチロリコンじゃん。そんなことは言っていない。謝罪しろ。正確には2歳ぐらい下の方がよかった、だ。素晴らしい趣味をお持ちで。あんまり期待してなかったけど結構面白かった。キャラデザも可愛いし、もうちょい見てみようと思う。内田衆、誰かに声が似ているけど、うまいね、こんな声優知らなかった。単なるふむけかと思ったが、白い爬虫類が面白かったので見るわ。妹との子供を育てる権利とかもキモすぎて草生えた。個人的にはラーベ様の声ってもうちょい知恵の回るクソガキだと思ってたからまだ慣れないな。ルクナナと似たようなプロットだな。確かにルクナナと似てるとは思った。マーク使い比してイケメンに惚れられる霊状ものテンプレだけど、ルクナナと似てると言われるとは思わんかったわ。タイムリークと戦争予定の残虐王と結婚する羽目になるのはまあ同じか。この後の展開全然違うしな。原作はルクナナより3ヶ月前に開始。あっちが似てるだけ定期。シスコンとロリコンに急行されるとか地獄やな。1話では16歳のジルと同一人物であると視聴者に分かりやすいように16歳の声にしてるとか、そんなんかも。言動とかが体に引っ張られて幼くなったら声を幼く調整するのかもね。まあ勇ましいセリフの方が多いけど。そういえばやり直し令状は転生でも生まれ変わりでもなくて時間巻き戻りで、設定的にはピアムーン帝国物語に近いのか、主人公の性質が違いすぎて全く別物だけど、ルクナナよりもティアムーンに近いと思う。ティアムーンをアクラスの主人公にやらせたらこうなる気がする。う、個人的に大当たりっていうか、内田衆ってめちゃくちゃ可愛いな。しかし役っぽい皇帝の妃ってこのパターンは前も見たことあるな。ルクナナ、それだ、死に戻りもあるしまんまだ。異世界転生ものじゃないから地球の知識や文化の引用できないし、発言には気をつけてほしい。
あと球根が嘘だったのばらしきった後で雑に撤回して二言はないとか言われてもん？ってなったかな。決めセリフのはずだったと思うので一連の流れを切らずに宣伝までしてほしかった。それな、二言どころか三言してるやんと思った。ジルが10歳だから選ばれたってのはロリコン以外にちゃんとした理由があって、4、5話くらいで明かされるとは思うが、作者が年のサラブコメも一緒にしてあったから事案作品になってしまった。それなら割り切ってハディスを精神的にも大人にすればよかったのに。実際はな、ロリコンではあるんだな、安心した。槍の勇者だって女児に求婚してたからなろう。世界にはロリコンの概念がないんだろう。霊場もののアニメなんて男はほとんど見ないだろうけど、いくらイケメン王族でもロリコンは女子受け大幅なマイナスでは。最近は霊場ものでも男も普通に見れる作品が多くなったけど、これはハディスが悪い意味でキモいから耐性のない男は引くかもしれない。実年齢もあって完全に事案だけど、少女漫画でも教師と生徒みたいな年の差開いた恋愛って割と王道寄りだよな。ナーロッパでは10歳くらいで婚約とか普通にあるし、現実でも9歳差の年の差結婚も普通にある。組み合わせるとヤバいってだけ。ちょっとよく状況が分かってないんだけど、1周目皇帝が攻めてきて二言はないの伏線入れた後に、なんとか落ち延びてから王太子と妹のラブラブチュッチュを目撃して冤罪で処刑されたってこと？合ってるけど二言はないにそこまで重要な意味はないよ。あんなカッコつけたのに見逃されて生き恥さらしたのか。王太子たち落ち武者状態でよくイチャコラしてるもんだな。面白いな、根っこは一緒だけどこういうパターンは初めてだ。これも JC で村井恋と同じってことはわざとあんな作画にしてるのかな。ルプナナと基本構成似てるけど、あっちはアメカワ作品だから恋愛メイン、こっちは永瀬作品だからドラゴンボールだぞ。前作クソアニメにされてるけど、永瀬作品は基本的に覚悟決まった乙女しかいない。純粋に可愛い女の子って今までいないはず。女主人公が初めて見る名前なのに上手だと思ったらハイスティにもいたのか。大好きだったティアムーンっぽさもあってきたい。にしても主人公の演技評価めっちゃ分かれてるのは不思議だな。10歳にしては声も口調も勇ましすぎるけど、元が女騎士だし幼女幼女声よりはいいんじゃないの。自分の破滅ルートを回避しようとしたら国の破滅ルートを回避せざるを得なくなったパターンかな。少なくともやり直し霊場はまだマシというか、アニメも比較的面白い方だと思うんだが、アクラスも面白かったと記憶してるし、どちらも原作知らんけど、個人的にこの原作者の物語の運びが好きなのかもしれん。原作はいいぞ、終盤のリリアがめちゃくちゃかっこいい。主人公の両親どうなんのこれ、怒り狂ったメガネに虐殺されたりすんの？陛下は船に瞬間移動して即出発したけど、別の国のパーティーに出席するのにお付きの人とか誰もいなかったのかな。まあこの点についてリアリズムを追求しても何の意味もないし、テンポの良い進行に感心したくらいだけど。個人的な感想、ここまで動画を見てくださってありがとうございます。第1話、破滅ルートを避けようと思ったらなぜか最大の敵に求婚してましたの皆さんの反応でした。処刑される運命の主人公が6年前に時間が巻き戻って破滅を回避するために奮闘するお話ですね。ガチの腐れシスコン王子から逃げたら今度はロリコン皇帝に捕まるという、行くも引くも地獄な状況になっちゃいましたが、まあまだ皇帝の方がマシですよね。ジルが可愛いのに男前なところとか、ハディスの乙女かよっていうところのギャップが面白かったですね。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。